さあ、更新が早いですね。パカオのゲーム実況、アンダーテイル、ボリューム6です。前回はパピルス戦を終えて、そのまま先に進んでもいいんですが、パピルスに、お家にお呼ばれをしているので、遊びに行ってみましょうというところからですね。さあ、パピルスの家は町の端っこにあるので、この雪の穴の開いたやつから、行きます。鎌倉ワープ機能がついてるんですね、最近の鎌倉は。そしてパピルスが家の前で待っております。俺が行く方向をじっと見ている。いやー、骨に恋されちゃったか。ついに俺ぐらいになるとね、そんなつもりはなかったんですが、もう完全に彼は続婚のようです。俺様とデートしに戻ってきたな。何が彼をそこまで自信家にさせるんでしょうね。貴様どうやら本気らしいな。なら貴様をとっておきの場所へ連れて行かねばならん。俺様がよく行く場所だ。と歩いてっています。そして U ターンして、まあ分かりきってたよ、うん、もうね、パピルスの考えることは大体分かる。はい、家に案内されました。一個一個調べていきましょう。それは兄ちゃんのペットロックだよ。兄ちゃんはいつも餌やりを忘れるから、俺様がやる羽目になる。お決まりのパターンだ。石にチョコスプレーがまぶしてある。ペットの石ということですね。まあ可愛い、可愛いね。はい、次、ゴミ箱。いつでもゴミ箱を訪ねてきてね。やばいよ。早速俺疲れ始めてる。今日はなんとか疲れずにパピルスをやり過ごしたいな。冷蔵庫。グルメな俺様の食料事情に興味があるんだな。美食家の俺様が日頃何を食べているかじっくり詮索してくれ。冷蔵庫の半分はスパゲティと書かれた入れ物で埋まっている。残りの半分にはポテトチップスの空袋が一つ入っている。スパゲッティだけ食べているんですね。まあ食べたところで消化機能はないはずなのでね、まあ何のために食べているのかよくわかりませんが、見ろ、流し湯を高くしてみたんだ。ほんとだ、めちゃめちゃ高いじゃん。電話ボックスぐらいの高さになってますが、これなら下に骨をたくさん入れられるからな。覗いてみろ。タンタンタタタンタンタカタタンタタン。何、ズーズーしい犬め、捕まえろ。あー、逃げられた。ご丁寧にサンズがトランペットも吹いてくれました。兄ちゃん、俺様の日常に BGM をつけるのやめて。ちょっと不覚にもパピルスちょっと面白いじゃん。今このツッコミはちょっといいね。俺様の日常に BGM つけるのやめて。いや、いいツッコミだね。初めてかもね、俺パピルスで笑ったの。まあ笑ったって言っても本当にクスぐらいだけどね。そして、おお、中入れる。気持ち悪い。混沌が広がっている。怖っ。急に怖い。パピルスの写真だ。なぜか写真の中のスパゲッティも腐っている。怖い。怖いのと、パピルスがここはついてきてくれない。箱の底に金貨が1枚ある。この茶番はあの金貨が招いたものだろうか。団子は固くなっている。やがてカビ団子になるのだろう。ドッグフードサーバーだ。押してみた。犬砂しか出てこなかった。割れたゲームソフトだ。ディスクの破片に自分の姿が映っている。ラジカセは完全に化石になっている。もはやロックしか再生できない。うまいことを言ったつもりか。何かの認定書だ。認定は却下されている。何度も何度も却下されたようだ。切ない。真ん中は最後に調べようね。なんか起こりそうだから。重要書類のようだ。赤いバツマークがついている。却下という意味なのか、それとも宝の場所を示しているのだろうか。ロープで補強しようとすればするほど、かえって何もかもがボロボロになってしまったようだ。
悲しい。戦う気力をなくしたようだ。戦う気力をなくしたようだ。パピルスの写真だ。キーキーきしむ音がする。しばらく使われていないようだ。さあ真ん中、これ何か起こりそうですが調べていきましょう。どうすごい呪われたような BGM が流れましたけど。扉は開かない。謎の封印がしてあると思ったが、よく見ると封印はかなり雑な作りだ。旅が終わりに近づく頃には自然に取れるだろう。親切だな。まるでゲームクリエイターがというものがここには存在して、プレイヤーにアドバイスをしているかのような親切さだな。わかりました。これもう一回あの BGM 聞きたいわ。うん、怖っ。なんかクロノトリガーでもなんか封印されてるものを調べた時こんな BGM が鳴ったような気がするわ。怖い。汚れた靴下だ。メモがたくさんついている。兄ちゃん靴下拾ってよ。ほーい。拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ。ほーい。だから5センチ動かしてどうするの。自分の部屋に持ってって。ほーい。だから戻さなくていいから。ほーい。なんでまだここにあるの。だっておいらの部屋に戻さなくていいって。もういい。あ、これはなんだろう、なんか靴下から、あ、付箋が貼ってあって付箋で会話してるんだ。この靴下を戻してって、でちょっと動かしてみたいな。あ、俺様の大好きなクイズ番組。新番組開始までしばらくお待ちください。メタ放送。あれ、いつもはもっと面白いのに。今日の放送はたまたま出来が良くなかった。俺様の趣味が悪いわけじゃないぞ。ソファーを触ってみた。ジャラジャラ音がする。ソファーのクッションの間に小銭がたくさん挟まっている。ニジョゴールドを手に入れた。ありがてえ。ジョークの本だ。中を見る。はい。ジョークの本の中に量子物理学の本が入っている。さらに中を見た。量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中を見た。別の量子物理学の本が入っている。これ以上見るのはやめた。疲れるな。疲れるな、パカオ。まだまだお前はやれる。そう思うと決意がみなぎった。俺様の風光明媚なマイホームへようこそ。ゆっくりしてってね。これは、右はサンズの部屋だよね。名画だ。人生において何が大切か思い出させてくれる。まあ食は大事ですね。鍵がかかっている。さあ、パピルスの部屋に入っていきましょうか。お部屋デートですね。そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったなら部屋に入ってデートっぽいことをするか。部屋に入る。はい。さあ、パピルスはどんなデートをしてくれるんでしょうか。それは貴様への攻撃に使った骨だ。今となってはいい思い出だな。まるで昨日のことのようだ。実際にはついさっきのことだけど。その部屋を見終わったならそろそろデートを始める？いや、もうちょっと部屋を見させてほしいわ。そっか、じゃあどうぞごゆっくり。これはベッドかな。それは俺様のベッドだ。いつか地上に出られたらどこまでも続くハイウェイをドライブしてみたいな。髪を風になびかせ、肌に太陽の光を浴びて。でもそんなのは夢物語だから、寝てる間にドライブするんだ。たまに闇を感じさせるというか、悲しい性格か、悲しい思いをごまかすように冗談ばっか言ってるんだなっていうような性格をにじませてきますよね。それはアクションフィギュアだ。戦術を考えるときに参考になる。なんでこんなにたくさん持ってるのかって？それはもらったからだ。ぽっちゃりしてて、いつもニコニコしてて、人を驚かすのが好きなやつにな。そう、あいつだ。サンタさんだ。サンタさんの手で兄サンズからもらっているのかな。その旗いいでしょ。アンラインが海辺で見つけたんだ。人間の世界から流れ着いたものかな。まあ確かに。どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれているのかは謎だ。俺様が思うに、きっと人間はスケルトンの子孫に違いない。にははははは。
それは俺様の愛読書だ。こだわる人のパズル制作講座上級編。その隣の本もお気に入りだぞ。ふわふわうさちゃんといないいないばあ。最後のページは何度読んでもドキッてなる絵本ですね。俺様はネットで有名人だ。あと12人でフォロワーがついに2桁に突入するし、当然有名勢に悩まされることもあるぞ。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困ってるんだ。僕は押し入れにお化けはいないよ。時々俺様が入るだけ。中を覗く。はい。洋服がきちんと整理整頓されてかけられている。さあパピルスさん、そのデートとやらをそろそろ始めていただきましょうか。いやー、突っ込むのはちょっと疲れたので、本当にいい感じのロマンチックなデートにしてもらいたいな。よろしくお願いします。よし、じゃあデート始め。うわー、戦闘が始まった。デートスタート。ではデートを始めるとしよう。お、BGM はちょっとこれはお気に入りですね。車に乗ってこの音楽かけられたらちょっとキュンときちゃうわ。さあではデートを始めるとしよう。実は俺様こういうの初めてで。でも安心して、俺様のモットーは用意周到。図書館でデート公式ルールブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になるぞ。じゃあ早速読んでみよう。ステップ1、コントローラーの X ボタンを押すとデートメニューが開きます。天気、なんかいろいろ出てきた。釣り上げろ、人口犯罪率、なんか関係ないものがいっぱい出てますね。一つも関係ないかな、これ。あの右上のあの犬メーター、何これ。あれか、ソナーになってて犬がいる方向に反応するのか。何の意味もないね。左下のエッグ何、もうただ卵がそこにあるだけだね。あとはもう疲れるんで触れないです。はい、うひょう、情報満載。それでは次のステップだ。ステップ2、相手をデートに誘いましょう。お本、人間、この偉大になるパピルス様は貴様とデートするぞ。はい、本当に、うひょう。ってことは次はステップ3だな。ステップ3、服装には気を使いましょう。服装に気を使う？何やら不穏な BGM。 貴様が頭に巻いてるそのバンダナはまさに素敵な服装ではないか。それどころか貴様はずっと前からすでに素敵な服装をしていた。ということはまさか俺様と出会った瞬間からデートしたかったのか。まあこれはね、嘘も必要でしょう。そんな、貴様全ては計画通りということか。デートにかけては俺様より数段上のようだな。なんという凄まじいデートパワー。デートパワーが溜まっていきますね。にゃにゃはははは。そう簡単にやられる王様ではないわ。 BGM がかっこいい。そしてピリピリゲージが出てきた。この偉大なるパピルス様がデートで負けるなどあってはならん。すぐに花を明かしてやる。俺様だって素敵な服装ぐらいできる。何しろいつも普段着の下におしゃれ着を重ね着しているのだ。下に来たら意味ないが、まあちょっともうそういうことをいちいち突っ込んでいたらもう進まない。いつデートに誘われてもいいような。とくと見よう。おお、俺様のシークレットスタイルはもうこれ以上ないぐらいダサいけどいいね。なんだと、嘘偽りのない褒め言葉。デートパワーが溜まっていく。あと一回攻撃をすればもうやられてしまうね。だが貴様はこの服のシークレットパワーを理解していない。したがって貴様が今言ったことは無効だ。デートパワーが下がった。どうやらデートはここまでのようだな。それとも貴様に俺様の秘密が暴けるかな。まあ無理だろう。どこかに何かが隠されていると。頭、帽子か。帽子、そう帽子で合ってたのか。にゃーはーはーはー、あーそうそう、なんか頭の中にありそうだなと思ったのよ。耳使ってしまったのなら仕方があるまい。これはプレゼントだ、貴様のために用意した。開けましょう。ちょっとね、プレゼントを用意してくれたところまでは不覚にもちょっとおええやんドキッとなったんですが、中から出てきたものがおそらくスパゲティ。
じゃないの？まさかスパゲティ風婚約指輪？長い指に巻くタイプの。しかし貴様は大きな間違いを犯している。ただのスパゲッティではないのだ。職人が丹精込めて木の樽でじっくり熟成させた後、マスターシェフのパビリス様が料理したもの。人間よ、これでとどめだ。これ以上続けても無意味だ。食べる。少し食べた。思わず顔をしかめてしまった。美味しくない、なんとも言えない味がする。なんと情熱的な表情。俺様の手料理がよほど気に入ったんだな。ってことは俺様のことも気に入ったということだな。俺様よりも俺様のことを好きになっちゃったかもってことだな。うぐ、デートパワーがどんどん溜まって、のー、振り切れた。人間よ、これではっきりした。貴様は俺様に首ったけだ。文字へ震えさせながら言うことか。貴様の言うこと、貴様のやること、みんなみんな俺様を喜ばせるため。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。この偉大なるパピルス様は、俺様は、その、なんかちょっと熱くない？俺だけ？その、な、人間、すまない。俺様は貴様のことが好きだが、恋人同士の好きとはちょっと違う。俺様なりに頑張ってみたよ。貴様に口説かれたから、とりあえずデートをすれば貴様のこと好きになれるかなって、貴様の気持ちに応えられるかなって。だけど残念ながらそれは俺様の思い違いだったようだ。やっぱり俺様の気持ちは変わらない。その上デートなんかしちゃったせいで、貴様をもっと俺様に夢中にさせてしまった。貴様の気持ちに火をつけてしまった。貴様の出口のない愛の檻に捉えてしまったのだ。大切な友達になんてひどいことを。いや待て、ダメだ。俺様は絶対に失敗などしないのだ。人間、俺様は貴様を決して見捨てはしないぞ。これからも貴様のいいお友達でいてやる。今日のことはなかったことにして、そもそも貴様はめっちゃいいやつだ。貴様との友情が壊れるなんて耐えられない。だからお願い、俺様は貴様にキスできないけど、どうか傷つかないで。だいたい俺様には唇がないし、いつかきっと俺様くらい素敵な人が見つかるよ。いや、それはないか。でも2番目に好きな人ときっと幸せになれるよ。にゃははは。はあ、そうだ、今度から俺様に連絡したいときはこの番号に電話してね。いつでもかけて、お友達としてね。じゃあ俺様はもう行くね。にゃはは。終わりましたね。なんだろう。今のこの気持ちを上手に言葉にするにはもう少し時間が必要そうです。パピルス、最後まで憎めないといえばいい言い方だな。一言で言えばうざいやつだったね。でも愛すべきやつでもあったね。さあ、ようやく先に進めるか。結局この扉は入れないのかな。内側から鍵がかかっている。よし、スノーフルの街カン、パピルス編カンということで先に進んでいきましょう。あー、でもあれか、さっき電話番号をもらったから、ちょっとパピルスに電話してみようか。スノーフルはパピルス様の住んでるとこ、それがこの街のキャッチコピーでしょ。このしんどい気持ちをトリエルは癒してくれるだろうか。トリエルに初めて電話をかけますね。そういえば、お母さん、お母さん出ないの？お母さん、悲しいけどトリエルもこの電話にきっと気づいていて、出てはいけないって自分に言い聞かせてるんだと思うと決意がみなぎった。先へ進もう。
白くなっていくが、ひたすら右に歩き続けると、さあ新しいゾーンですね。何か落ちてますが、これは拾えるもんじゃない。なんか鉱石が光ってるのかな。さあいろいろといますね。話しかけていこう。おっす、お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか。だよな、超絶かっこいいもんな。俺大人になったらあの人見たくなるんだ。あ、そうそう、父ちゃんと母ちゃんには俺がここにいたことは内緒にな。ははは、俺はいつでも行けるぜ。準備万端のようですね。これはエコーフラワーだ。話しかけると最後に聞いた言葉を繰り返す。この右のやつを紹介してくれてるね。面白いだろ。で、面白いだろうとか言ってくれるのかな。面白いだろう言ってくれたね。さあサンズが、何か見張っているような。どうかしたか。オイラ仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。今からグリルビーズ行くけど来るかい。あー、なんか戻ることになるからめんどくさいけど行こうか。うん、そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。こっちだよ。オイラ近道知ってんだ。ほんとだ、近い。逆方向だったはず。ほらもう着いた。みんなお疲れ。サンズチェス。サンズ元気さ。サンズ調子はどうだ。サンズいらっしゃい。サンズ、ついさっき朝飯食いに来たばっかじゃないか。いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ブランチならついさっき食いに来たけどな。ドドンパー、バカウケですね。あの奥の犬以外全員笑ってましたね。まあ座るよ。ブーブークッション。おっと、席を選ぶときは気をつけな。どっかのアホがブーブークッション仕掛けたりするからな。じゃとりあえずオーダーしようぜ。何食う？バーガー。ああいいね。ヨーグリルビーバーガー2つ頼むぜ。ところでさ、あんたはどう思う？パピルスのことイケてる。ダサい。ダサいけどイケてる。けどここではイケてると言った方がいい。イケてる。まあ当然だな。あんたもあのコスチュームを着ればイケてるスターになれる。あいつよほどのことがない限りあれを脱がないからな。あ、でも安心しな。ちゃんと毎日洗ってるから。着たままシャワー浴びてるって意味だけど。と、つなぎのいいトークを聞いたところで、飯が来たぜ。ケチャップかけるかもちろんです。ボーンナペティ。ケチャップのボトルを傾けた。キャップが取れて、ボトルの中身が全部お皿にこぼれた。あー、しょうがないな。オイラの食えよ。どうせあんま腹減ってないし。いいやつだな、サンズ。で、パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろ。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ。あいつ、ロイヤルガードのボスの家まで行って、メンバーにしてくれって頼んだんだぜ。まあ、当然相手にされなかったけどな。夜遅かったから。でも、あいつは朝まで家の前で待ってたんだ。そのやる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。うむ。 BGM がなくなって怖ーい。そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。言葉を話す花って聞いたことあるかい？さっき出てたエコーフラワーですね。はい、そっか、もう知ってたか。そいつはエコーフラワーっつって沼地のあちこちに生えてる。この花に声かけるとその言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって？パピルスがさ、この前変なことを言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。これはたびたび登場してるあの最悪の花フラウィーのことじゃないかな。褒めてくれたりアドバイスくれたり励ましてくれたり予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけといてくれよ。頼んだぜ。さてと、ずいぶん長いこと休憩しちまったぜ。
仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから。そうそう、おいら金欠だからお勘定も頼んでいいか。1万ゴールドポッキリだ、もちろんです、なんてな。グリルビー、今日もつけにしといてくれ。ああ、それとなんか言おうとしてたけど忘れたからいいや。いやー、サンズは奥深いやつだねー。なんていうか、その怪しいお花のこともそのなんか調べて、こう町の平和にこう役立てるというか、まあみんなのことを心配してるというか、なんならそのみんなの中に自分自身、俺自身も含んでいてくれている、優しいやつだ。そして唯一サンズのジョークに笑わなかった犬、お前は何をしてんだ。そう、一人ポーカーだ、しかも負けている。安定感があるなこの犬は。さあ、あー、だいぶ戻されてしまった。さっきのところまでまた歩いていかなければいけない。いやー、音楽がいいね。なんかようやくホッとできた。パピルスいると本当にな、やっぱ、そうね、月に1回遊ぶにはいいけど一緒に住みたいやつではないな、パピルス。サンズみたいなんだったらね、適度に距離感を保ってくれそうだから、まだ同居ぐらいはできるかもしれないね。また一緒に飯でも食おうぜ。いいやつ。さあ、今日はこの辺かな。27分だね。この辺で終わりましょうか。またこの後すぐね、もう次の2本目撮っていくんで、楽しみにしていてください。それでは今日もありがとうございました。